どうも中田敦彦です。さあ、今日も早速参りましょう。エクストリーム現代社会、ギャンブル依存症平しくじり列伝、やって参りました、えー。新企画、しくじり列伝でございます。今までね、まあ、いろんなこうノウハウとか、成功者のね、教えとか、いろいろね、あの、勉強して参ったんですけど、今回、 とある人物のしくじりの列伝にですね、えー、まあ、フォーカスすることで、今回の大テーマ、ギャンブル依存症について学んでいきたいなという回でございます。今回の参考文献がこちら。そうなんです。はい。あの大企業、大王政史元会長、伊川元高さんの、まあ、自伝本なんですね。 えーまあ、ご記憶にある方いるかわかりませんけれども、2011年、えー、この井川元隆さんはですね、まあ、その、大王製紙という大企業ですね、もう製紙業界の中で、ね、トップ3のシェアを誇るような大企業のですね、えー、その会長を現役で務めていた当時、2011年、約11年前ですね、えー、チャラオがブレイクしたあの頃です。2011年にですね、逮捕されてしまうんですね。一体どうだったか。それはですね、会社のお金を 個人的なギャンブルに使い込んでしまったっていうところでですね、まあ、特別背任法、まあ、会社法違反ということで逮捕されると、まあ、それもえまあかなりですね、まあ、大規模な事件になったのでそれがですね、まあ、その東京ね地検特捜部のですね、えー、捜査が入ってということでですね大掛かりな大騒ぎになったわけですね。大企業の現役の会長がギャンブルで使い込んでしまった。 ここなんですよ。いわゆるギャンブル依存症の方、軽度、重度あると思いますけども、いろんなところにいろんな方いると思います。僕も知り合いにギャンブル大好きな人いますし、芸人さんなんて言ったらギャンブルでですね、まあその、もういくら稼いでも借金で溶かしちゃうなんて人もね、まああの、まあ、言わずとも心当たりあると思います。現役で売れている芸人さんでもそういう人いるんですよ。 でも、ギャンブル依存症ってどういうもんなんだろうっていうのがよくつかめてないっていう人がいますよね。そんな方にですね、もう超特大のギャンブル依存症の話として今回ご紹介したのがこちらの話なんですよ。もう超特大ですから、まあ。 興味深いです。もう、はっきり、不謹慎かどうかわかりますけど、まあ、その教材として非常に面白いんですね。なので、ぜひ今回お伝えしたいなと思って、情熱的に今回お届けするわけなんですけども、その総額、もう書いてありますけども、なんと、106億8千万円という尋常ではない、ない額です、ね。普通の人間ではですね、もうその、使い込むどころか、触れることすらできない額なんですよ。それを一体、どのように使ったのか。これぐらい、 ギャンブルで使う人っていうのはどういうギャンブルでどこで使っているのか、どこで使ったのか、そこ気になりますよね。もうギャンブルの最果てが今回見れます。もうもちろんね、えー、まあ公営でね、ギャンブルあります、日本にもね。まあ宝くじであるとか競馬なんかもギャンブルでしょうし、その上でパチンコなんかもそういう類だと言われております。そんな中で、こんだけの金額使う人どういうギャンブルしてるのなんでこんなになっちゃったのそれが勉強になるわけですよ。 この本面白いですよ。もうシーンはですね、まずそのギャンブルのですね、ドピークから始まるんですね。シンガポール。私が今住んでるシンガポールのあのマリーナ・ベイサンズ。船が上にあって、もう3本のビルが連結してるようなあの、もうね、すごい象徴的なビルありますけど、その地下にね、カジノがあるんですよ。大きいカジノがありますね。そのカジノ。 地下は地下なんですけども、地下の方のいわゆる一般の人が入れるようなカジノではなく、そのホテルの最上階の VIP ルームに井川さんはいるんですね。その VIP ルームでですね、チップを積み上げてですね、もう汗びっしょびしょで目ギンギンの井川さんから始まるんですよ。ね、スタッフに声かけられるんですね。井川さん、そろそろお休みになられてはどうですか ね、VIP ルームではもちろん寝ることも何だったら奥でマッサージを受けたりおシャワーを浴びたりすることもできるんですよそこに専用の大きいねテーブルがあってそこで「バカラ」というゲームをやってたんですね「バカラ」というのは簡単に言うと二者択一事実上の超反爆地と言われてるんですね言ったらこっちが勝つかこっちが勝つかっていうところにかけるわけですよでかけて勝てば勝った額と同じ額もらえる。 つまり、1000円かけたら、ね、1000円なんかかけませんよ。一番最上階の VIP で1000円かけましょうなんて言いませんよ。すごい額かけてるんですよ。すごい額かけてるんですけど、例えば1000円かけたら2000円返ってくるんですよ。勝てばね。シンプルでしょもちろん細かいいろんなやつあるんですけど、ほとんど戦術とか戦略とかゲーム性じゃなくて、ほぼうん。どっちですかってやつ。どっちが勝ちますか。で、こっちってやって、当たりってなったら。 倍ですっていう、どっちどっち倍倍ゲームなんですよ。すごいですよね。そんなのやってんのって。もうちょっとなんかさ、こうなんかこういろいろなんか勝負するさ、考えどころとかあるじゃないですか。ね。ギャンブルつってさ、いろいろね、やるでしょ。でもそうじゃないの。もうギャンブルを生き切ると、このバカラットに、たどり着くらしいんですよ。このバカラは、どっち ?2 択いった当たった倍だーっていうゲームなんですよ。 井川さんそろそろお休みになられた方がよろしいんじゃないですかスタッフが言うのには訳があったなぜか数百万から始まったそのチップは現在20億積み上がってるんですよ20億積み上がったコインの前で着いてからシンガポールに着いてすぐ始めて勝負をやってなんと1日24時間寝てないんですこの井川さん 24時間寝ずにずーっと勝負をし続けて20億今買ってるんです。だからそろそろお休みになられてはどうですかっていうところから始まるんです。ですが、井川さんは答えるんです。いや、まだやる。いや、まだやる。その理由ははっきりしている。ここでやめるわけにはいかないからだ。そう。私は20億という金ではまだ帰れないのだ。 なぜなら、106億8000万使い込んでいるからである。すごいスタート。すごいスタート。20億買ってるイエじゃないんだよ。20億はまだ106億の5分の1にも満たないのよ。取り戻さなければいけない。私のこれまでのカジノでの負け分を、これが 発覚する前にもう一勝負だってそういうところから始まるんですよ。なぜこうなってしまったのか。しかしそれはそこから内部告発にあってねえ要、まあ、するにそのその大王製紙ってバカでかい企業グループなんですよ。 もう30社ぐらいの企業グループを持ってて、その中の子会社数社から20億ずつとか借りてた。だからやっぱりね、その、ちゃんと資料にも載るわけですよ。それなんで借りてるんですかってなるわけですね。いや、個人的な事業で借りてますって言うわけなんですけど、いついつまでに返しますって言うには、個人的な事業というには100億以上借りてるってのはなかなか、これ、異常ですよね。 内部でじわじわとあれおかしいんじゃないうちの会長それがある日告発メールでドーン発覚し逮捕に至るということなんですねとんでもないこれがものすごいマスコミのバッシングを浴びることになりましたねそれはなぜかね創業者ではないんですよこの井川元隆さんは創業者の3代目なんですね 祖父が創業者で、それを父がさらに伸ばして、そして自分がというところで使い込んだ。なんというボンボンだ。そういう叩かれ方なんですね。要するに、もうボンボン育ちの男がですね、ギャンブルで先代先々代の全部食いつぶしちゃった。なんということだということで大批判。もうと、ね、もう、もうこぞってもう大バッシングでもう大スキャンダルになったわけなんですね。ですがね、この、 井川元孝さんの、この本を読むとわかるんですけども、井川さんはですね、ただのボンボンではないんですよ。非常に理知的で、頭が良く、しかも仕事もむちゃくちゃできた人だったんです。この三代目のボンボンが100億以上溶かしたというスキャンダルと、この井川元孝さんの仕事ぶりいや経歴はあまりにもずれてるんですね。幼少の頃から、 頭がものすごく良くて勉強が超できたんです。そして中学、高校と東京受験会トップの学校を卒業して現役で東大法学部に入り、そこから若くしてその大王精神に入社しながらどん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 出世していく。そして若くして社長まで就任しバリバリやっていたのだがということなんです。 なのでこのでこ本は非常に読み応えがあります皆さんが想像するギャンブル依存症の人っていうのはど,どうでしょうどういうイメージですかどちらかというとあまり、まあ、勉強ですとか数字ですとかそういうところに強くなくて、まあ、生活もやや乱れているそういうイメージがありませんかですがそうではないんですよ。ものすごく頭がよくてさらに仕事も熱心で真面目っていう人なんですよ。だからこそついたんです。 このスキャンダルで言われていたボンボンが甘やかされてたから使い込んじゃったということでは全くなかったということがこの本を読むとわかるんですね。そしてそれが故に我々に痛烈に突きつけられるんです。ギャンブル依存症はあまりにも恐ろしいということ。そしてそのトリガーがどこだったのか。この井川さんはこの本を書き終わって、その刑に服するんですね。 実刑判決でした。それは懲役4年。いろいろ理由があって、本当は懲役4年じゃなくてもよかったんじゃないか。えー、執行猶予はついたんじゃないかというのもあったんですけど、あまりにもその企業性サイズがでかいんですよね。そしてスキャンダルにもものすごいなってますから、これをゆゆ、ね、執行猶予つけたら、裁判所は何してるんだっていうことになりますので、世間の世論もあるので、ということで、実刑判決になったのではないかと言われてるらしいんですね。 実刑を、この本を書き終えて入るという、まあ、裁判も数年ありましたから、その間に書いたわけですよね。ですが、その裁判を終えて、まあ、そこからね、えー、もうだいぶ経ちました、えー、11年前に逮捕されてまして、そこから数年かけて懲役4年だからなので、もうね、出所して、まあ、普通に活動なさってるんですね、えー。ですがですね、この本を書いた当時はですね、まだ、なぜ、 ギャンブル依存症になってしまったのか。今ならわかる。あれは重度のギャンブル依存症だったと。そして医者にもそう診断後にされたと。だが、なぜそうなってしまったのかは私にもまだわからない。大きな謎としてあるっていうんですよ。ですが私は読んでいて、ここじゃないか、ここじゃないかというトリガーをいくつも発見してるんですね。それをあくまで読んでた読者の僕としても、ただ一個人の感想です。 ですが、そのトリガーを皆さんと共有することで、もし皆さんが今その過程にあるのでしたら、身を振り返っていただきたいですし、もし皆さんの身近にそういう方がいるのであれば、その先がどうなるのかというのを知るためにも、今回私の話を聞いて、その上で本を読んでいただければというふうに思っております。 このギャンブル依存症はいつどうやって、そしてそれは老い立ちにトリガーがあったのか、それとも仕事ぶりに何かがあるのか、そういうところも含めて一大大河ドラマとして見ることができますので、えー、早速お話を始めていきたいと思います。一体どんな老い立ちだったのか。そこから行き、後半の方でね。 ギャンブルのトリガーが開かれ、地獄の門が開かれるまでをエクストリームに行きたいと思いますので、よろしくお願いします。ついてきてください。まずは、おいたちでございます。それは愛媛県でした。祖父ですね。えー、おじいちゃんがですね、まあ、戦後、まあ、その、広島のですね、えー、その地元の場所ではですね、まあ、生死業神、 紙を扱うという商売をやってたんですね。もともとは小さい商売だったんですけれども、それが会社になり、それが戦後のね、後継期、戦後の後継期と高度経済成長期に乗って、どんどんどんと大きくなっていくというところなんですね。なので、このもう3代目ですから、本高さんが物心ついた時にはですね、地元で一番大きい会社の家族である、一族であるという認識は もう小学校の頃にはは自分では分ででかっていたっていたうわけなんですね、まあ、その週刊誌がその逮捕された時に書き立てた時にはですね、まあ、その地元でもですね、まあ、ものすごいですねもてはやされていたという書き方をされているらしいんですけれどもそれはそうではないと実はその地元にはね紙を商売にする人たちはいっぱいいたんだけれどもその自分のおじいちゃんだけがですね、まあ、どん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 とね利益を上げていったことで地元からは相当やっかまれていた。 そういう空気を感じることがあった。まあ、例えば学校に行ったらですね、えー、お前んとこのか、ね、家族の、えー、会社、ね、工場があるだろうと。お前んとこの工場から、もくもく煙が出てるから、お前んとこは公害を生んでんだぞって、先生に言われたりとかね。やっかみなんですよ。だいぶ儲かってるっていうのはみんなわかってるから、やっかみでそういうこと言ってくるんですよ。 え、うちのね、会社は、お父さん聞きに行くわけですよ。ね。うちの会社は、公、え、害、ー、を垂れ流してるって先生に言われたんだけど、本当ね。でも、製紙業のですね、工場から出る煙っていうのは99%が水蒸気なんですね。えー、ですから大丈夫だよと。環境害してるわけじゃないぞ、うちは。ということをですね、えー、説明されてですね。あ、じゃあやっぱりやっかまれてるんだ。ね。この田舎。ね。まあ、愛媛県のとあるね、町でですね、えー、その市でですね、その、 まあ、そのすごく目立つ状態なので、えー、ずっと見られてる。ずっとね、すごくやっかまれてるというのを感じるので、この田舎の閉鎖的な空気感から、いつか抜け出したいってずっと思ってた。そういう幼少期だったっていうわけですよね。えー、いつか抜け出したいというですね、えー、中で、えー、チャンスが訪れます。それが小学校高学年の時ですね。 小学校高学年の時にですね、まあるだ、あの、中東戦争というのが起きまして、オイルショックっていうのが来るんですね。要するに戦争をね、まあ中東で戦争が起きることによって、もうオイルショック、ね、石油がこっちまで来ないよという、まあ日本史とかで聞いたことありますよね。そのオイルショックが起きたことによってですね、今までの商売のやり方というのがちょっとしづらくなってきた、と言うんですね。 まあ、いわゆるその、ウクライナとロシアとのね、えー、戦争で、まあ、物価高になったりというのは、まさに今ね、えー、皆さんご経験かと思いますけれども、とある場所で大きいですね、国がですね、戦争を起こすとですね、まあ、貿易とかいろいろと支障をきただしてですね、まあ、流通が滞る。そのことによって今までの商売ができなくなる人たちも現れる。そういうのは理解できると思うんですよ。そんな中で、このね、えー、製紙業、ね、紙を作る。で、今まではですね、新聞紙や段ボールを作ってどんどん下ろしてたんですね。 はい。まあ言ったらインフラですよね。基本的なところですから流通いくんですよ。ですが、それがですね、ちょっと厳しい状態になったらしいんですね。オイルショックの影響を受けて。まあ細かいなぜかっていうのはわからないんですけども、そのオイルショックとですね、その新聞紙、段ボールっていうのはちょっと関わりがあったみたいなんですね。それでちょっとやりづらくなる。どうしよう。紙を他に使うパターンはないのかって言った時にですね、本がまさにそうですよね。出版物の紙も、 携わることになったら違う販路ができるぞというふうに思いついたらしいんですよ。その時のおじいちゃんとね、お父さんがね。ところが、その出版社ってのはどこにあるか。愛媛にはあんまりないんですよ。どこにある東京にある。じゃあ東京に家族で進出しようということで、よし、元高。お前、東京の中学受験する準備しとけよ。言われて、こいつどれくらい学力があるのかなということで、東京に行くんですよ。 で、東京で、その、とりあえず東京旅行だっ,つってね、その視察だと、引っ越す前の視察だと、言ってですね、東京旅行だって言って元高さん行くわけですよね。その流れでですね、よし、お前こう、今日ここで試験受けてこいって言われてですね、代々木ゼミにある。よゼミの全国模試、ありますよね。全国模試をですね、急に受けさせられるんですね。そんなことある私、あんまないですよ。ね。うん、今日は、ね、ショッピングだよ。うん、ここ入りなさい。うん、何これ。も、う、し、ん、受けてこい。ええー、え、な、それないです。 なかなかハードですよね。やっぱり地元一の企業をやってるんですね。お父さんですから、めちゃくちゃ激しいんですよ、気象が。ね、二代目のお父さんも気象が激しいんですね。お前受けとこいいって言うわけですね。えぇ、ー、急になんつって。受けるんです。ところが、ここでなんと全国2位を取るんですよ。いきなりする、ロケットスタートス。お話がロケットロケットだよね。 地元、物心ついたら地元で一番でかい会社で、教師からもやっかまれて、周りからもやっかまれて、ずーっと見られてる生活だったわけ。そこから、東京行って販路を拡大するぞ。オイルショックが来たから。出版社に、ね、販路を拡大するんだ。東京行け。そのために前で、とりあえず東京受験する、その、ね、全商選手として、もし受けろ、にーってなるなかなかならないですよ。 で、それぐらい地元でですね、地道に勉強してたんですけども、それがですね、非常にだから、頭が良いということが発覚したことで、そこからですね、本高さんのお父さんね、二代目社長がですね、こいつすげえなってなってですね、 そのじ、自分の会社のね、その大王製紙のですね、えー、優秀なね、えー、非常に学歴の高い社員をですね、ピックアップして、えー、まあ、その家庭教師としてですね、バイトさせるんですね。で、そこからも家庭教師の英才教育も受けちゃってですね、そして受かったのが、筑波大附属駒場中学校。その当時はまだ名前は少し違ったんですけれども、東京、東京教育大学附属とかなんですけど、筑波大附属駒場中学校なんですよ。皆さん、わかります つくこまです。きょとーんという人はですね、ちょっと東京受験会にもしかしたらうといかもしれません。私はですね、ちょっと偉そうになったら申し訳ないんですけども、東京受験会をですね、バチバチに戦ってた男なんですよ。からするとですね、つくこまというのは、どれぐらいの位置にある高校か中学かというと、ナンバーワン。ナンバーワン。東京でナンバーワンということは、 日本で、ナンバーワン。皆さん。皆さん、灘工じゃないのとか、改正じゃないのとかって思いますよね。灘改正とかって言いますよね。大阪の灘。東京は改正とかね。あと、御三家、麻布武蔵とかね。聞いたことあるかもしれない。ういう私立です。私立のお話なんですよね。それはね。東京の改正ね。そういうとこもいいんですよ。素晴らしいんですよ。すごいんですよ。ですが、なんと、つく駒は 国立なんですよ。学費が安いということで、このつくこまと改正受かったらですね、つくこま行くっていうパターンがあるんですよ。なので、どちらがより優秀かというと、もうつくこま一択なんです。もう私たち、東京受験会の者のにとってはですね、つくこまなんて言ったらですね、もうその陰謀と一緒で、はーはーという感じですね。 つくこまですかーなんていうわけですよね。僕の言ってた学芸大付属高校っていうところは国立なんです。同じ国立なんですけども、つくこまの一個下なんですよ。そんなこと言うとね、あの、あの母校の人怒るかもしれないけど、これは事実というかね、その頃ね、今はどうかわかりませんよ。今はわかんないですけど、その頃でその、ね、その東大合格者数というのが目安になってきたりするんです。ねつくこま中で120人。 スくこま校で1学年160人と言われていて、その160人中ですね、何人東大に行くか。1学年160人のうち何人東大に行くのか。ね地元のね、いい高校とかでね、あそこから3人東大に行ったよとかね。え、あそこは5人だよ。すごい東大に5人もとかってありますよね。あそこから東大が出たよ。ええー、うちから東大が出る。のん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 。160人中、なんと120人東大に行くんです。 東大に行かない方がマイノリティなんですよ。160人中120人ですよ。お前は東大行かないのってお馴染みのつく駒なんですよ。皆さん、この迫力分かっていただけましたかもうつく駒というのはほぼ東大。その中でも、東大法学部受かって万年というお話なんですよね。私は東大の中でも色々と 序列があることを皆さんにお伝えしましたね。東大文系なら下から文学部、経済学部、法学部でございます。なぜなら東大というのは官僚養成学校だからですよね。国の中枢官僚。官僚といってもね、いわゆる公務員の中でも国家公務員一種という上の方の人ですよですね。キャリア官僚っていうやつですよね。 ええー、あの、お台場の青島刑事が、キャリア、キャリアのやり方はそれかいとか言ってたあのね、あの、ギバちゃんの方がキャリアですわね。ギバちゃんの方が。でもギバちゃんは設定で東北大学かどっかだったわけですよ。だから学抜で言うとバチバチなんですけども、その、東大とかの、に囲まれてるキャリアというので、ギバちゃんはギバちゃんで苦しい思いをしてるんですけども、 その東大の中でその警察庁ってのが1個あるんですけど選択肢で。ね。で、その東大からその結局はその建設省かもう財務省ってね。財務省行かなきゃなんぼじゃないということで、財務省のトップは事務次官にならんかいということこで、もう東大行くってやつは基本的に財務、東大法学部行くし、東大法学部行ったら国一受けて財務省になるし、財務省にあったら事務次官にならなきゃいけないということで、財務省事務次官になれなかった人間というのは基本的にどこかで負けてるんだよねっていうね。 なんつって、まあ、基本的に財務事務次官だけが言えて他は全空なんつって財務事務次官になれませんでしたってね全員が僕たちは財務省事務次官になれなかった人間ですというですねそのそういう状態の世界観というねなんか僕だったんですけども歪んでるわけなんですけどねそんな中でつくこまトゥーザ東大法学部というのはもう一番のエリートコースです一番のね で、つくこま中に入ってですね。で、つくこま中に入ったらレベルが一気に上がるわけですよ。愛媛県から出てきてますからね。で、もちろん夏の模試ではね、全国2位取ってたんですよ。ですが、それはね、井川さん曰く、自分の一番得意なとこがよく出たので、たまたまだったところもあると。でも、たまたまって言ってもつくこま入ってますやんって私は思いますよね。で、つくこま入ってから、ね。つくこまというのは実は、みんなそのどういう感じの雰囲気だと思います もうなんかこんなもうそのバッチバチの先生がお前ら勉強以外は呼吸しかしちゃダメですとかいうイメージないめちゃ厳しそうでさあれしないかなと思ったら日本刀でしたみたいなそういうイメージない違うんですよ。そういう超エリート校って逆に超自由なんですよ。生徒が勝手に勉強して受かってるんです。つくこまでバチバチに受験教え込んでこれないです。 こい学芸大附属もそうなんですけど、国立の超エリート校は授業めっちゃ不思議。このその井川さんもそれを経験してて例えばですよ。日本史の先生なんだけど、その？ 高校1年生の時にですね、日本史の授業を受けたらですね、明治なぜか明治14年の政変から始まって、1年間ずっと明治14年のことについて喋って、2年生になってどうなるのかなと思ったら、明治15年について喋るっていう、いやいや、1年ずつ、明治の1年ずつ、いや、待ってくれよっていう先生がいたりとか、中学校の段階でも高校生のその数学とかをいきなりやり始めちゃうみたいな。 アイデアすっ飛ばしていきなり自分の好きなとこやり始めちゃうみたいな、すごく、教育要領とかそういうのとか、もうすっ飛ばした、もう、もうね、学者肌のですね、変わり者の面白い先生とか結構いるんですよ。これは確かにそう。僕もそうだった。学芸大付属とかそういうとこむしろ、私立の新興勢力とかはバチバチなんですよ。昔は微妙だったけど、これ受験ね、 の、受験のエリート校になって生徒数を増やさなあっていうところは、もうバッチバチに塾みたいにガン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 、その受験に受かるためのノウハウを教え込むんですけど、逆なんですよ。突くこま自由なんですよ。で、その突くこまの自由な雰囲気で、あ、じゃあ自由でいいんだ、つって勉強をサボってたところ、中学2年生の時にですね、成績が学年で下の方になっちゃうんですね。で、それを知ったお父さん、2代目社長がですね、ぶち切れるんですね。 伊川隆夫お父さんがですね、ブチ切れて、おい、こらー言うて、なんでこんなのができんのじゃー言うて、そこからですね、もう、司会社の仕事終わったら、直でお父さんに教わる。という、一年間始まるんですって。特に、英語の成績が悪かったから、英語をみっちり、もうとりあえずこれやれ、これやれ。もう休日は一日の半分使ってお父さんに指導されるんですって。 この父の熱血指導。これ時には暴力振るわれるっていうすごいでしょでも、もう絶対権力者だったうち、親父は。なんでかというと、もうその、ね、大王製紙社長。もう、出入りしてる大人たちも誰もお父さんに文句言えない。創業一族でありさ、さらにですね、成長してるんです。このお父さん、なかなかの凄腕なんですよね。実は、 この、製紙業というのは、結構難しいところがありまして、設備投資がものすごくかかるんですよ。明日から製紙業をやろうってみんなに言わないでしょたこ焼き作ろうかなつっ,って、たこ焼きを屋台で作ろう。できますよ。明日から。ねいや、明日からは無理だけど、一1週間、2週間、1ヶ月ぐらい準備したらできるよね。製紙業をやろうって,ってさ、工場建てますって言わないよね。ただ、設備投資すごいんですよ。で、それの回収するのもかなり時間かかるんですね。 だから実はおじいちゃんの代で戦後景気でうわーって伸びたんですけどある時巨大巨額の設備投資をした次のタームでですね期間でちょっと不景気になりまして一気にですね設備投資の回収ができなくてそれで不当たりを出して一回倒産してることがあるんですよ父親の高尾さんがですねあの大学生でよしおじいちゃんの会社に入るぞってなってる時に一回倒産してるんです それでですね、これはやばいなっていうことで、それで、まあ、そう、2年後とかにですね、その、少し再起するということで、なんか会社なんとか構成法とかで構成会社としてもう一回立ち上げるんですけども、そこからですね、もうあんなことないようにっていうことで、えー、いろんな余裕資金をプールするみたいなね。どれ、あの、設備投資に全部回すんじゃなくて、いっぱい余裕資金をプールしといて、その設備投資した後に急に不況とかが来ても、大丈夫なように内部留保貯めとこうみたいな作戦に切り替わった。 かつ、そんな中で、出版とかも東京に進出してやるとか、さらにあれだ。超有名商品。エリエール。ティッシュですよ。要するに段ボール、新聞紙、さらには出版の書籍の紙っていうところをやってたんだけど、お父さんの代になって、家庭用の紙、ティッシュやトイレットペーパー、そしておむつとか。 紙おむつとかそういうのに進出して、いわゆる大王製紙ってのがガーンと日本のね、その大きなシェアを獲得するようになるわけです。要するに初代立ち上げて乗せたおじいちゃんもすごいんですけど、このお父さんっていうのもなかなかのすごい人物なわけですよ。東京行って出版とですね、そのティッシュと、あのエリエールっていうのはエリエール作ったお父さんなわけですよ。ね、すごいですよね。そういう激しいお父さんですから、井川さん曰くボー君だったと。 言わわれてるわけですよねただ、その暴君に対しては、もうね、どんだけ反抗しても無駄なんですって。中学の時にですね、一回だけめちゃくちゃ譲れないところがあって反抗したけど、一切親父が曲げてくれなかった時から、僕は親父に反抗するのはやめたと。親父には基本的にはい、そうですと言って、受け流すことで、なんとか家庭内を諸生術を覚えたんだって。ここもかなり切ないですね。親父の言うことは絶対だ。ね。 しかもですね、この後どうならなきゃいけないのか。ね。中で、父親はですね、ね。官僚になるのもいいんじゃないかって言ってくれていたんだけれども、自分は感じてたと。自分の人生は好き勝手生きてはいけないんじゃないか。ね。いずれは大王精神を引き継がなきゃいけないのではないかって分かってたわけ。その時引き継いだ時に、あ、ボンボンだから、ね。引き継げたんでしょって言われたくないという気持ちが、 勉強に向かせた。社長の方が、ね、社員よりも、ね、学歴がないっていうふうには思われたらどうしようというプレッシャー。三代目で会社潰したってなったらどうしようというプレッシャーで勉強すごくやった。そのスパルタだったお父さん。そこから成績が上がって、そこから自分一人でも勉強するようになった。ね、親父に反抗しないようになった。そして一日4時間コツ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 勉強して。 そして現役で東大に合格した。で、東大に合格してからは、まあ、そのゴルフサークル行ってみたりとか、ヨットサークル行ってみたりとか、そういうことはあったけれども、そのモラトリアムはあくまでモラトリアムで、もうすぐ、卒業したら卒業と同時に会社に入るんだっていう覚悟を決めてた。だから高校も大学も、あくまでも会社に入、親父の会社に入るまでのモラトリアムだったっていうんですね。そして会社に入る。 そこから4年間現場を見て、もう本当に絵に描いたようなね、3代目のですね、コースなんですね。もう現場を4年間もうみっちり叩き込まれてですね、そこから、もう若いですよ、26歳で常務取締役になって、関連子会社で赤字を何十億垂れ流してるところを再建してこいって言われてですね、親父に精鋭チームを与えられて、その責任を持ってですね、子会社を再建するっていう業務を成功させます。そしてその業務を成功させた後に30歳、30歳ですよ。 30歳の若さで専務取締役に就任して、今度は、主力のね、その紙おむつとか、まあ、主力ではないんですよ。でもその1個のヒット商品である、紙おむつの停滞をですね、なんとかしようということで、他社の広告戦略を分析して、新商品を発表する。それがグーン。 G-O-O-N グーンっていうおむつ見たことある方多いと思いますけど、あれはですね、この井川元孝さんがおむつの新商品で競合他社に勝つために広告戦略を変えて価格帯を少し高価格帯に盛り上げて、それでも売るためにということで新規開発だったんですよ。これをその専務取締役30歳でやったんです。あれはグーンはですね、井川元孝さんなんですよ。すごくないですか だからバリバリやってるんですよ。ちゃんと、常務としてもグッとね、持ち上げて関連子会社をと、ね、の社長に就任して、何十億の赤字を数年でトントンまで持っていって、ね、お荷物だったところをなんとか盛り返し、その上で今度本社に戻ってきたら、ね、常務になって、その上で新規開発して、新商品をなんとかヒットさせる。すごい。すごいです。そして、そこから、数年で副社長、副社長を数年間またやったら、 ある時ですね、えー、父親の高尾さんから電話がかかってきて、お前そろそろ社長やれ、って言われるんですね。それがなんと年齢42歳。42歳。とはいえ、大企業の社長です。いやいや、待ってください。お父さんと。私は50代以上で考えてましたと。まだ早いんじゃないですか。いいからやれ。それぐらい言われるぐらい、もう仕上がってたんですよ。非常に理論的。感情的にブレることもない。 その上で問題も起こしたことがない。そうなんです。なんと。ここまで、井川元高さんは、ノーミスできたんです。何もミスしてないんですよ。大きなミスを1個もすることがなかったからこそ42歳の若さで、あの坊君、井川隆男からですね、社長を任されたんです。自分の子供だからということで社長を任せるようなお父さんではないわけです。実績を積んで積んで、ノーミスできたんです。 一切犯行もせずに、ノーミスで父の会社を引き継いだ。しかし、社長就任のあたりから、私は少しずつ、その病に蝕まれていった。これなんですよ。一体何が起きた中高スーパーエリート、つくこま中からつくこま高校、ね。果ては小学校の時に、ね。 全国もし第2位のところから、つくこま中、つくこまを超えての東大法学部からの、そこからのノーミスでのこの会社の出世ぶり、そして社長就に何の心配もなかった。伊川家に何の影もなかったはずだった。しかしどうしてだどうして私は今、じゃらじゃら、伊川さん、そろそろ休んだ方がいいんじゃないですかいや、まだやりますから。 20億も貯まってるんですよ。20億。しかまだない。ここにどうして至ってしまったんだ。これが面白いところだ。これをここから喋るから聞いてくれ。何が起きていたのか。このスーパーエリート街道の裏で静かに病の目は吹いていた。実はギャンブルは昔から好きだった。そういうところから始まるんですね。30時間も40時間も。 日本に帰る便そこの時間のリミットまで寝ずにバカラをし続けたお前何ということをしてるんだすぐに返せ何に使ったんだそこでとっさに嘘をつけ FX, です FX。ウェブコミュニティプログレス 人は何者にでもなれるいつからでも次はあなただ